クレオパトラぶりっ子肌してえわ。いや、どこからがブラシオってぐらい細くないですか。こんにちは、くまみきです。というか、お風呂が沸きますね。こんばんはです。こんばんは、くまみきです。今日はですね、ちょっと今お風呂沸かしてるんですけど、はい、こちらいろいろお買い物をしてきたので紹介します。今日はドラッグストアと無印とアットマン行ってきました。いろいろ必要なものを買ってきたのでお見せしたいと思います。まずじゃあこの出てる子から行こうかな。ドラッグストア、はい、日用品ですね。リードヘルシークッキングペーパー、まあ普通にキッチンペーパーなくなったから買うかみたいなやつです。はい、リード好きですね。なんか他のも使ったりしたんですけど、やっぱ使いやすいかな。お風呂が沸きました。お風呂入りたいからちょっと取ったら入るんだ。今日お風呂で使いたいものもねあるんですよ。あとは日用品リピ買い、こちらトイレスタンプの詰め替え用を買いました。これ楽でいいですよね。こちら愛用しております。でもこれは意外と初めて買ったな。はい、ビオレ U 除菌柔らかウェットシート。なんか前はこういうの持ち歩かなかったんですけど、やっぱ除菌アイテムとかちゃんと持ち歩くようになって、でいろいろあったんですけど、これが一番安かったのでこちらにしました。だいたいいつも100均なんですけど、ちょっとちゃんとしたの買ってみました。続いてボディケア、スキンケアアイテムなんですけど、まずこちらビオレ U ザボディ、濡れた肌に使うボディ乳液 B、エアリーブーケの香り。これちょっと今年ね発売されたっぽく気になってたんですけど、ちょっと開けてみます。お風呂上がりに乳液塗ったりするじゃないですか。寒くなると本当に私面倒で嫌なんですよ。もういち早く服着たいってなるから、ちょっとお風呂で完結させたくって、で今まではラッシュのボディコンディショナーかな、体に塗って洗い流したらもう保湿されてるからタオルで拭いてで終わりっていうやつを買ってたんですけど、ちょっとこういう似たようなのが薬局で買えるってなったら、それはそれでめっちゃ欲しいと思って購入しました。濡れた肌に使うボディ乳液ということで、見た目はそんなにおしゃれではないんですけど、でもすごいエコなパッケージですよね。これと一緒にこういうフックと、あとこれがキャップかな、あ、ノズルですね。ちょっとセットしてみようと思います。このキャップを外して、これをノズルをつけました。つけて、で、あ、すごい、フックをかけるところがね、この脇のところにちょっと穴が開いてて、ここに通すんだ。あ、ついたついた。はい、こんな形で完成です。すごいね。で、出すときはここをピッて押したら出るっぽいんですけど、ちょっと怖い。試したいけど怖い。吊るしてないからさ、むずいね、ここでやるの。ほいこい。あ、来た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 。見えるかな。はい、これね、本当はお風呂上がりの濡れた肌に使うって書いてあるんですけど、あ、いい匂い。あー、いい匂いだ。これで塗って、あ、これ洗い流さないでタオルで拭くみたいですね。お風呂から出る前にこれをまんべんなく薄く伸ばしてタオルで拭くだけって書いてあります。顔にも使えるって、すごい楽でいいわ。なんかまた洗い流さなくていいっていうのが楽だね。はぁ、ちょっと拭いてきます。ちょっと濡れた肌じゃなくて乾いた状態でやったからあれなんですけど、でもしっとりしていますね。今夜からお風呂で使いたいと思います。そう、お風呂ね入るから、これから。そうで、今日お風呂で使いたいのもう一個、重いベイビークリームバスっていう保湿入浴料ですね。美肌を極めたクレオパトラが愛したヤギミルク風呂が味わえるっていう。クレオパトラみたいな、急なクレオパトラ出てきたんですけど、トリプル美肌成分、ヤギミルク、シアバター、ホホバオイルっていうのが入ってます。見た目がすごいね、可愛いの。羊ちゃんピンクだしね、蓋も、のデザインも。いろいろこういう保湿系を見てたんですよ。やっぱなんだろう、急に乾燥したよね。そうで、保湿したいなーって時にやっぱミルク系の入浴剤をいろいろ見たくなって、で迷った結果、もう見た目で選びました。最後は可愛いから。弱酸性で家族一緒に使えますということで、香りがフローラルスイートの香り。どんなだろう。
好き、優しい、いい匂い。ちなみに蓋はこういう形になっていて、でこの蓋がね計量カップになってるので、この線まで入れて測るっていうものになってます。18回から20回分使える、いいですね。今日はこれでお風呂入るからめちゃめちゃ楽しみ。あとドラッグストアではスキンケア1個買いました。キュレルのアイクリーム新商品です。気になっちゃったキュレル信者なんですよ。もうほんと大好きで、ちょっと乾燥やばいなとか肌荒れやばいなってなったらすぐキュレル、間違いないです。入浴剤もキュレルと迷ったんだけど、ちょっとこっちのアイクリーム見つけたから入浴剤1回置いてで、アイクリームゲットして入浴剤はさっきのやつ買ったみたいな感じでちょっと分けてみたんですけど、ちょっとどんな感じかな。最近アイクリームちょっとサボってたんで久々です。箱の内側にめちゃめちゃ説明が書いてある、すごいね。で本体はこのような感じで、白い蓋に青い容器、はい。クリームの硬さは割と柔らかいですね。ほんのりいい香りがします。柔らかくてスススっと、あ、でも伸ばそうと思うと意外となんかこうもったりもったりその場にとどまろうとするような、意外と重いクリームかも。しっかりこう目の周りにとどまってくれそうな感じがします。モイストリペア処方っていう皮膚の薄い目元やまぶたにしっかりとどまり長時間潤いを与えますと書いてありますね。だからこうやっぱとどまろうとしてくれるんだ。本当にキュレル大好きマンなのではい、今夜から使います。冬の目元の乾燥がやばいからね、気をつけないと。そしてドラッグストアではおなじみコスメ、こちら買いました。2本買い、セザンヌの超細身アイブロウオリーブブラウンですね。こちらがないと心配でしょうがないので2つまとめ買いです。何度リピしたことか間違いない。で、あと生理用品買ったんですよ。ちょっと開けちゃおうね。これ1個目こちらです。ソフィーシンクロフィット吸収力をプラスオン。前に私生理事情のアップデートをね動画にしたんですけど、その時にすごい気に入ってるムーンパンツっていうのを紹介して、でも私の中でちょっと使ってて気になった点があったんですよ。それが伝え漏れのムーンパンツの中にはいろんな種類があって、でお尻の後ろの方までしっかりねガードするっていうものもあったんですけど、ただ私それでもあーって思う瞬間があって、こう寝てる時とかに伝え漏れで後ろにずっと伝わっていくのを感じた時があって、その時にあーなんか気持ち悪いってなっちゃったのね。だからあれはあれでいいんだけど、ちょっと伝え漏れを防ぐものが欲しいって思っちゃって、でタンポンはなんかあんまり好きじゃないから他いないかなって思っててこちら買いました。ちょっと開けます。視聴者さんでもなんかこれいいですよって言ってくれる方いたんで気になってて、やっと買えたって感じです。開け方がよくわかんなくてちょっとぐちゃぐちゃにしてるんですけど大丈夫でしょうか。数が12個入ってます。パッと見すごい細いナプキンかなみたいな感じなんですけど、これを開けると、はい、こういうものが入ってます。で、ここに指をこう挟んで、で、これをデリケートゾーンのところにこう挟んで使うっていうものですね。この箱の後ろに使い方が書いてあるんですけど、これを挟んで、で、足を開いても落ちてこなければ OK ということになってますね。で、2時間なんだね。約2時間分の吸収力がプラスオンできますということなんで、まあ、結構頻繁に取り替えなきゃなーって、まあ、ナプキンと一緒か。こんな感じなんですけど、でもこれで伝え漏れがなくなるなら、すごくいいんじゃないかな、楽だしと思って買ってみました。で、あと嬉しいのがこれトイレに流せるって書いてあります。それは楽でいいね。またちょっとこういう新しいアイテム買ったんで少し整理が楽しみになっちゃうっていうね、楽しみに変えていかなきゃね、こういうのを試しながら少しでも、まあ来て楽しいもんではないんですけどね。でも私はこれでちょっと楽しさをアップデートです。そしてもう一個買いました、生理用品。じゃん、ロリエデオプラスっていうなんか新開発活性炭消臭シートっていう経血の匂いを吸収するものが入ってます。ちょっとこれも開けてみよう。私が購入したのは多い昼から普通の日用ということで、すいません、カメラ動かしちゃった。よいしょ、こんな感じ。はい、見た目はこんな
感じです。開けてみます。あ、すごい、ここ黒いシート入ってる。はーい、匂いとかすんのかな。特にしない。ちょっと今日はせっかくなんでこの中身切ってみたいと思います。気になる。1個もったいないんですけど、いきます。見えるかな、このちょっとグレーっぽい黒いシート、これが匂いを取ってくれるってことだよね。でこれがどこまで入ってるかっていうと、裏から見たらわかるかな。なんかすごいぶっ壊しちゃった、はい、結構端からしっかり端まで入ってる感じですね。でなんでこれ買ったかっていうと、ムーンパンツ買った時に1個欠点だなって思ったのが、一応消臭とも書いてあったんだけど、やっぱ私は匂いはするなと思ったんですよ。蒸れっていうか、でまあ少ない日は別にそれでも過ごせるなって感じだったんだけど、やっぱ2日目とか多い日はナプキンを1枚使っときたいなっていう風に感じたんですね。なのでその時に使う用として購入しました。だから少ない日はムーンパンツ1枚で過ごして、多い日はこういうものをね組み合わせて使っていけばもう私完璧なんじゃないかと思っております。非常に次回の整理期間に試すのが楽しみです。というわけでここまでがドラッグストアで買ったものでした。であとは無印は1個買ったんですけど、こちら拭き取り化粧水の大容量、もうこれはリピ買いしすぎて必要なんだなって分かったので、今までちっちゃいサイズを買ってたんですけど大きい方を買いました。初めて、だって使うんだもんって思ってね。というわけでリピ買いのお買い物。続いてアトマアトマンではちょっと気になってたコスメを買いました。こちらです。フジコのデュアルクッションファンデーションナチュラルカラー、日焼け止め不要、化粧下地不要、コンシーラー不要というね、超メイク楽になるじゃんっていうやつ。クッションファンデをね久々に買いました。ちょっと最近ずっと同じファンデで落ち着いてたんですけど、気分変えて違うのを使いたいなーっていうのと、やっぱ楽にメイクしたい、時間をね少しでも短縮できたらいいなと思って、この気になってたの買ってみました。お、いいね、四角です。ちょっと角が丸くて薄いピンクで可愛いですね。開けるとここを手で隠してるけど鏡がついてて、パフが、お、面白い形。そう、この形に意味があるんだよね。で開けるとちょっとシートがついてるので外します。あ、鏡の保護シートは剥がしてあって、これ今見せてないけど鏡でちょっと曇ってるなーって思ったら保護シートでした。剥がれないんで後でやろうはい、こんな風にパフも中身も線があるんですけど、これ一つの中で2種類ファンデーションの質感が入ってて、上のこのナミナミナミって線が入ってる方がカバータイプ、くすみ、毛穴、凹凸、シミ、赤み、クマなどが気になる場所へっていうのと、下のフラットになってる方がツヤタイプというので、お顔全体にツヤと透明感と輝きをと書いてありますね。こちらの箱の方に説明が載っております。で日焼け止めもねこれ入ってて、 SPF50 プラスの PA4 プラス、素肌仕上げのぶりっこ肌って書いてあるよ。ちょっと塗ってみよう。まあ顔はちょっとメイクしちゃってるので手で試します。まずじゃあツヤの方、あーいいね、クッション楽だわ、結構明るい。てかこの照明でやっちゃってごめん、今度ちゃんと Get Ready With Me とかなんか使う時にまた説明っていうかレビューできたらなと思うんですけど、結構白いね、まあ、私の手結構黒いんですけどね。続いてこのカバータイプ取りすぎました。と手だとやっぱわからないかな。でもなんか全体的にツヤ感がいい感じに出てて、確かにぶりっこ肌っていいな。ちょっとぶりっこ肌って思ったけど気に入っちゃった。ぶりっこ肌してぇわ。はい、塗った方と塗ってない方色が全然違うっていうのがあるけど、やっぱツヤがすごい出てる感じがするよね。こっちの手の方が絶対可愛いもんねというわけで久々にファンデーションのお買い物で、あともう一個は全然買う予定なかったんだけど私好みだったんです。はい、プレイオンメイクスキニーグローマスカラのブラックを購入しました。私好みの超細いブラシのマスカラ大好き。細いブラシ開けます。めっちゃ細い。
いや、どこからがブラシよってぐらい細くないですか？超下まつげ塗りやそうと思って買っちゃった。あと色が2色あって、1個がブラウンと、もう1個がワインレッドみたいなちょっと赤みがある色だったんですけど、まあ一番使いやすいであろう黒を最初に買ってみました。ブラウンもいいなって思ったんだけど、結構明るいブラウンだったんで、うんって悩んで地にした。で、直径2ミリのブラシになってますね。超細いブラシ、ウォータープルーフ処方でロング&カール。あとはね、パールが入ってるんですよね。これも入ってるかな。あ、ちょっと入ってますね。見えづらいと思うんだけど、カメラだとちょっとパール入ってます。あのお店でブラウンの方を見てた時に、なんかパールっぽいなって思ってたら黒も入ってた。で、最近マスカラってなんかお湯で落ちるのが主流かなと思ってたんですけども、これ見る限りそういうのは書いてないので、多分普通にちゃんとクレンジングで落としてね系だと思います。こちらもまたなんかちゃんとメイクするときにね、レビューしながら使いたいと思います。はい、というわけで以上が今日の購入品でした。動画の概要欄の方にも購入したもの名前とかリンク貼っておくので、気になるのあったらぜひチェックしてみてください。今日はね、この後お風呂グッズ使ってのんびりお風呂に使って寝たいと思います。というわけでおやすみなさい。今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介です。お洋服は去年だったかな、買ったスナーアイデルのワンピースで、リップが形がぐちゃぐちゃ。ポリカスティックプラパーエクストラセラムの2番です。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。